こんにちは、デゾーでございます。さて今回の動画は中川のエンドワッシャー、先日動画で紹介したやつですね。あちらの実際に使ってみてその感想をですね、今回はお話ししていきたいと思います。もちろん今回も個人的な意見となりますので、そんな風に感じたんだとか、あ、そんな意見もあるんだとか、そういう風に聞いてもらえたら幸いです。ではまずエンドワッシャーをつけた車両、こちらはターマックの SL6 につけました。ホイールに関してはフルクラムのレーシングゼロ、タイヤに関してはピレリーのベロ、グレードでいうと白色のやつです。あちらのグレードのものをつけて走りました。で、走った場所、こちらはモリコロパークになります。で、モリコロパークでエンドワッシャーをつけて1周、エンドワッシャーをつけずにバネの通常の純正のバネのやつですね、あちらに変えて1周、またエンドワッシャーをつけて1周という形で交互に1周ずつして乗りました。そしてそのまず漕ぎ出しからお話ししていきますと、漕ぎ出しに関しては大した差がないかなと思いました。違いというのがあまり感じられませんでした。ただその漕ぎ出しを終えて走行中になると気がついたことがあります。まずエンドワッシャーをつけてる時の話なんですけども、アスファルトの路面、こちらの路面の状況がすごく分かるような感じになります。なんか路面の状況が手に伝わってくるというかね、すごく、そして振動吸収に関してがちょっと悪くなったかなっていうイメージです。まあ単純に悪くなったって言っても、まあどういうふうに悪くなったのっていう話になると思うんですけど、例えば段差でね、ガン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 ってなった時にバネで走ってる方はなんかちょっとですけど振動吸収をしてくれてる気がするんですよね。なんかちょっとやんわりするんです、振動が。ただエンドワッシャーつけてる時は同じ段差のところでもちょっと突き上げ感があるというか、そういった感じになるようなイメージがしました。そして次にコーナリング、コーナリングに関してはここが僕の中では一番違いを感じたところにもなるんですけども、エンドワッシャーをつけてる時の方がクイックに動くっていうイメージ、クイックに動くような気がしました。じゃあ実際に総合的に見てどうかっていうことなんですけども、個人的にはおすすめはします。やっぱりクイックに動いたり路面の状況が分かりやすくなったっていうところは非常に大きいんですね。コーナリングがやっぱりしやすくなるんです。これはつけてよかったなと思います。僕みたいなゆるポタをメインでやってる人にたちでもクイックに動くとやっぱ楽しいんですよね。ガチな人じゃなくてもやっぱり自転車がね、それよりクイックに動くっていうことはより楽しくなるんですよね、乗ってて。そういうところにもつながるものですから、個人的には買ってよかったなと思います。はい、はい、ということで、僕の感じたところというのがそういったところでございました。アイゾーさん、なんか気になることある？フレームとホイールがより一体になったから、そうそうそう、こうこっちに行きたいとかこっちに行きたいって動かすのがそのクイック、なんだろう、機敏に動くような、機敏に、その思う通りに動かせるっていう、そうそうそう、やっぱりそれだけ機敏に動いてくれると、要は自分の操作にが要はダイレクトに伝わってその動きをしてくれるわけじゃん。そうなるとやっぱり乗り物っていうのもその分楽しくなるわけよ、乗ってて。思った以上に動いちゃうことはない？はないね。そこまで変わ、そんな大げさに変わるものじゃないから僕も何回かその、ね、バネに変えて乗って中川のエンドワッシャーに変えて乗ってって、その繰り返して気づいたことだから、
なもんで、あのそんなにガーンって変わるわけじゃないけど、ただ操作性はしやすくなったかなっていう。でもそんなに変わったわけじゃないならさ、うん、つける必要あるの？うん、まあ、あのあるかないかで言ったら多分普通にいらないと思う。じゃあいらない。普通にね、あのなくても全く遜色ないっていうか、逆にない方が振動吸収がいい感じしたもんで、あ、じゃあない方がいい、乗り心地はいいかもしれない。でも、うん、遊びで乗る中では、あのクイックに動く環境っていうのは、うん、より一層っていうね、より一層クイックに動く環境っていうのは、うん、やっぱ楽しくなっちゃうよね、乗ってて。あれいくらだっけ？確か1万4つで1万円ぐらいだったと思う。1万切ってたっけ？1万ぐらいだった。ちっちゃい部品が。そうそうそう。で、俺もそれ、ごめん、それね、俺 M さんに同じこと言ったよ。同じこと言って、こんなんで1万すんのって言って、これ2000円だったら買うよ俺って。大した差はない。そうだね、1万円っていうコスパで言うと悪いかもしれない。結構書き込みはあってつけてますっていう、うん、本当にでもコメントに書いてあった通りだなっていうイメージだね、イメージ的には。ただ追加で言うと、あの思ったより振動の吸収性が悪くなったっていう意味合いでは、僕的にはね、ちょっとショックっていうか、あのターマックってさ、いつもすげえすげえって言って乗ってんじゃん。振動吸収がむちゃくちゃいいし、振動吸収がいいのにむっちゃ速いのこれって言って。あ、じゃあ、振動吸収の良さがないドグマにつけた方がいいんじゃない？ドグマにつけるとやばいだろうね。もっと機敏に。だからなるだろう、ね、あれなんじゃない？車種によってつけたらいい車種と、いや、ない方がいい車種と分かれるとか。そういうわけではない。多分、うん、操作性を結構楽しく思っている人はつけた方がいいと思う。自転車の操作を楽しむっていうの、要は乗って楽しみたいっていう人はつけてもいいかなと。ただな、コメント欄に半年で錆びたっていうコメント、半年だったかな、錆びるっていうコメントもあったから、だから雨の日とかそういう時にはちゃんと一旦外してしっかり拭いて手入れしないといかんかなって。自転車の部品なんてみんな錆びるでしょ。錆びる。雨の日錆びる。買っとけば。でもバネはさ、錆びてもくれるじゃん、自転車屋さんも行けば。うん、錆びたって持って言えばさ、うん、くれるじゃん。うん、あれ一番すんだよ、錆びたって言ったら。まあまあそうだ。でしょ。だから万が一濡れた時のこと考えると。チェーンだってさ、雨で濡れたら錆びるわけでしょ。錆びる錆びる。だから濡れて何もしてなくて錆びちゃったはちょっと嫌だけど。うん、だから雨に濡れたの放置してたのは、それはだから拭くところがやっぱり増えたっていう、増えるっていうことね。そこはデメリットかもしれない。クイックレバーは錆びないの？クイックレバーは俺錆びてないよね。雨の日乗ってないから分からんけど、今んとこ錆びてないよね。そうだね、ドグマ雨に何回か濡れとるもんね。ドグマじゃない、タマック雨に何回か濡れとるもんね、通勤で使っただけ。結論的に第三者でそのエンドワッシャーのこと聞いてどう思った？私なんだ、操作性別にいらない。あ、そうだよね、だって操作できてないもん、うん、多分ほら上手な人ってさ、よくなんだろう、手離して乗ってるじゃん、ほら、あの弱虫ペダルのゴールシーンとか、ね、そう手離して乗ってるじゃん。うん、あれできないもん。俺もいや、やってる、あれあまりやってないっけ。うん、俺基本的ハンドルから手離したくないもんで。上手な人って手離して乗ってる人いるでしょ。乗ってる乗ってる。ああいう人とかはさ、その操作性とかもわかるのかもしれない。そうだね。だ、俺が自転車乗りながら動画撮りたくないのも片手で運転したくないから。私だって自転車乗りながら、あのドリンクも飲めないもん。あ、そうだね、片手を外すの怖くて。だから私には必要ない。まあまあ、でもそうだよね。だから必要な人と必要じゃない人は出てくると思う。ただ必要か必要じゃないかで言ったら多分必要はない。いや、必要じゃないよ。必要ではない。ただ、うん、
あのだって手間も増えるじゃん、雨に濡れたらそのエンドワッシャーも、うん、あの拭かないといけないとか、手間が増える分その雨に濡れた時とか必要はないって言ったらないと思うけども、自転車をより楽しみたいっていう人にはいい買い物だと思う。要は結局ね、なんかつけてあれつけてとか言って高いお金を払うんだったら1万円ぐらいで、まあ多少変わりっていうのはやっぱ感じれるもんで、そういった意味ではいいと思う。一応剛性が上がるっていうことで、フレームの何だろう、持ち寿命長くなるっていう話だったんでしょ。なんか聞いた、うん、そうやって聞いたんだけど、個人的にはそこはハテナ。なんか、まあ、結局ね感じたことなんだけど、あのフレームに優しいのはバネの方かなって思った。まあ、振動吸収してくれそうだもんね。なのかな。なんかなんていうのかな、フレームに要は隙間をなくしてカチカチにしちゃってるわけじゃん。で多分フレームがそういう設計で作られてるのか分かんないんだけど、あのその分どうしてもねフレームに負担がかかってる気がしたのよ、乗っててね。だから長持ちするようになったかどうかっていう話になると、これは僕はハテナだけど、そこまで劇的に変わるわけじゃないもんで、まあ多分許容範囲だとは思うけどね。フレームのそのフレームって設計とかするのにさ、割れないようにとか、あのいろんな試験クリアして販売されるわけじゃん、発売か販売されるわけじゃん。でその販売される時のいろんなその場面も想定した中での想定内の話だとは思うんだけども、要は結局やっぱ違いを感じると人間ってちょっと大げさに感じるところあるじゃん。それでちょっと不安になったっていう。で個人的にはハテナになっちゃったけど、確実に許容範囲だとは思う。感じたことはそんな感じかな。分からんね、専門家じゃないと分からん。そうそうそう、フレームの設計した人が問題ないって言えば問題ないんだろうけど、フレームかそのエンドワッシャーを作った人か、いや、ま、フレームだね。力がどこに働いてどういう効果があるのかっていうところは分かんないもんね。だから本当にざっくりと乗った感想しか言えないんだよね僕は。あとは大丈夫、気になること。はい、ということでね、今回の動画は以上となります。またね、皆様のチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それじゃあ、バイ。